まだ、引退を決意したので、ご報告いたします。キャリアでいうと、15年、60戦、やってきました。いろいろありましたけど、ずっと、支えてくれた、そして代わって、くださった、皆さんに改めて、感謝したいと思います。声に話しました。割と早い段階で声に話したし、で、タケルも、まあ、僕の弟分でし、もう本当兄弟みたいにずっとやってきたんで、二人にはすぐ話しました。まあ、彼らより長くやってるんで、特に、ね、引き取られたりとかなかったですけど、まあ、お疲れさんっていう感じでしたね。格闘技人生はやっぱり、その長い人生の中で本当に一瞬だし、本当に短いんで、もう思い存分やってほしいなっていう気持ちです。もう思い存分、もう自分がやりたいように好きなだけ全力で、まあ、この今の若い機関車できないから、本当に全力で起きりやってほしいです。ありがとうございます。岩渕選手、どうぞご覧ください。